キリュウの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカのヤサ掴むっちゅんはやっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お？おう、まあ実を言うと、ユータを先行かせた後すぐに人言派の連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど、店の場所がわからんようになってしもて。それで？それでまあカムロ町の夜の街を歩き回っとったらの。まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うとそうじゃ。マジかよ。わしはのカムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃけど、兄貴やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやー、けしからん。あとでわしの行った店紹介しますけ、そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、キリュウの兄貴。だな。はぁ、何言うとるんじゃ。それより達川だ、大岡ビルってのはあれらしい。達川のやつ屋さんにいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう兄貴、わしらのハルカさんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね、全然人のいる気配がないけど。おいよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そこ、こっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから、はよ入れ。なんじゃ。これは川だ。なんじゃぞ。マジかよ、なんでこんな。